どうもそうじゃないそうです。さあ今回は乃木坂46時間テレビウィーク3日目でございます。いやもうまさかの明後日っていうね、凄まじい時の流れの速さなんですけれども、まあ今回水曜日乃木坂46時間テレビウィーク3日目は何をやるのかっていうと、46時間起き続けるためにということで、おっとなんだこれは、バカなやつがいらーっていう感じだと思うんですけども、どうですか皆さん、46時間起きてるつもりでいる人いますか？います？この動画見てる人で。まあ僕は46時間起き続けようかなと思ってるんですよ。でまあ今回はそのね、46時間起き続けるために準備するものだったりとか、当日気をつけることなんかを話していこうかなと思います。まあなんせ私、前回の46時間テレビ46時間起き続けてました。なんとバカですよ本当に僕はね。まあなんで前回の46時間テレビのために準備したものだったりとか、前回気をつけてたことっていうのを今回もねやろうと思ってるんで、それを話していくっていう感じなんですけど、まあまずそもそも46時間起きてる必要があるかって言われたら、必要ないですね、これは。必要ないっす、なんと。で、まあ昨日のタイムスケジュールで、夜中の2時半から8時ぐらいまでは、過去の乃木坂46時間テレビの映像が流れるってことで、まあほとんどの人がここのタイミングで、寝ると思うんですよ。まあただ僕の場合ね、2時半ぐらいに寝たとして、8時には絶対起きれないんですね。どんなに目覚ましかけても、僕8時には起きれないんですよ。まあ一時的には起きれますけど、絶対に二度寝するんですよ。絶対に。なんでそうなったらもう諦めて寝るか、起き続けてるかの2択しかないんですよ。僕に残された道は。で、まあせっかく46時間テレビってことなんで、じゃあ起き続けてよっていう。まあこの2択だったら起き続けてよってことで、起き続けるわけなんですけども。まあ今回の46時間テレビ起き続けるつもりでいるよっていう人は、ぜひこの動画ね、ちょっとでも参考になったらなと思います。はい、じゃあまずは乃木坂46時間テレビのために準備するものですね。まあ起き続けるために準備するもの、まず一つ目がこれですね。はい、モンスターということで、まあ僕は今回この普通の、緑色のやつにしましたけど、まあ味は基本何でもいいと思います。なんならね、他の エナジードリンクでも全然いいと思います。でこれを1本2本3本用意してください。まあ3本で僕は前回大丈夫だったので、まあ今回も3本にしたんですけど、まあこれは人によってもちろんね違うと思うんですけど、まあちょっと足りなそうだなって思う人は4本とか、3本もいらないよって人は2本とか1本とかでも全然いいかなと思います。で、次2つ目に用意するものがこれですね。ブラックブラックの、ガムですね。眠気すっきりって書いてありますけれども、まあこれもこのボトルタイプみたいな感じのやつじゃなくても、細長いガムでもまあいいと思います。で、まあこの準備したものをいつ、飲むのか噛むのかっていう感じだと思うんですけど、まあこれは本当にね、皆さん自身のタイミングだと思いますね。まあガムなんかに関しては、あちょっと眠くなってきたかな、あじゃあ一粒いっとくかぐらいの感じで、いいと思うし、まあエナジードリンクも、前回僕は眠くなってきたら、飲んでました。はい、でまあ準備するものはこんな感じで、で次は乃木坂46時間テレビ当日ですね。当日寝ないために気をつけることっていうのがあって、そのまず一つ目が横にならないってことですね。ベッドしかり、ソファーしかり、体を横にしないということですね。まあこれ最初のうちはね、全然横になってても眠くならず見てられるんですよ。まあただ時間が経つにつれ、あ眠くなってきたなってなって、あでもダメだみたいな感じ。まあここまでもまあギリギリ大丈夫なんですけど、もうさらに時間が経つと無意識に寝ちゃうんですね。本当に。まあ皆さんわかる人もね、いると思うんですけど、無意識に寝ちゃって、あ気づいたら何時間か経過してるっていうことがあるので、まあ46時間横にならないっていうのはね、なかなか、辛いかもしれないんですけども、まあそこはもう根性で、頑張ってくださいということで、次二つ目ですね。これはまあ気をつけることではないんですけど、眠くなったら顔を洗えですね。まあ、あとはシャワーするでも全然いいんですけど、まあやっぱ顔を洗ったりすると一時的にはね目覚めるんですよね。まあ30分後とかにはまた眠くなっちゃうということはあるかもしれないんですけども、一時的には目覚めるので、まあとにかく眠くなったら、顔を洗いましょう。はい、まあそんな感じですね。まあ、僕はそれで前回、46時間テレビ46時間起き続けられたので、まあ今回もいけるんじゃないかなと。思ってます。まあ、あとは結局、さっきも言いましたけども、根性と、乃木坂への愛ですね。まあ、これはちょっと違うかもしれないけど、まあ、それでまあ、ぶっちゃけいけるんでね。まあ、この動画が少しでも46時間テレビ、今回46時間を聞き続けようと思ってる人も参考になったら嬉しいです。はい、まあ、そんな感じで、あさってからの、46時間テレビみんなで楽しみましょうということで、今回はこれで終わりたいなと思います。ぜひ、登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。